英王同盟はグレートブリテン王国とハプスブルク帝国の間で締結された1731年から1756年までの同盟。同盟が締結された理由はイギリスの南部担当国務大臣入荷する公爵がフランス王国の拡張を食い止めるにはオーストリアとの軍事同盟が不可欠であると考えたためであった。同盟はヨーロッパの勢力均衡を保つために ヨーロッパ列強が同盟相手を特化へ引っ返していた国のカドリー優、e、の一環として行われた。しかし、同盟が外交革命で崩壊した結果、7年戦争が勃発した。イギリスの南部担当国務大臣入荷する公爵はオーストロフィルであり、英王同盟を推進した。1725年、オーストリアはウィーン条約を締結。 スペインがイギリスからジブラルタルを奪回することへの援助を約束した。イギリスは当時フランスと英仏同盟を締結していたが、英仏関係は緩やかに悪化しており、1731年までに敵国に逆戻りした。1727年、英日戦争でスペインがジブラルタルを包囲すると、イギリスの外交官はオーストリアに情報をちらつかせて、 スペインへの援助を取りやめさせた。スペインは包囲の中止を余儀なくされ、やむなく平和に応じた。オーストリアはフランスに匹敵する陸軍を有する唯一の国と見られたため、イギリスではオーストロフィルがかねてより英王同盟を推進していた。そしてオーストリアと強硬に敵対していたタウンゼンド施策が1730年に辞任に追い込まれると、 英王の和解が進むこととなり、入荷する公爵がイギリスの外交政策を主導した。彼はオーストリアとの同盟が不可欠であると強く信じていた。1748年にアーヘンの和訳が締結された直後のヨーロッパ。1727年、オーストリアは海外貿易でイギリスとの緊張を引き起こしていたオステンド会社の活動中止に同意した。 これにより正式な同盟条約となるウィーン条約への障害が除かれ、条約は1731年3月16日に、プリンツ・オイゲン、フィリップ・ルート・ビヒ・ベンツェルフォン・ジンゼンドルフ伯爵、グンダケル、トーマス・シュターレンベルク、そしてイギリス代表のチェスター・フィールド伯爵によって締結された。条約では、オステンド会社の解散が約束され、イギリス政府を喜ばせた。 イギリスとオーストリアはお互いに侵略からの防衛を約束した。オーストリア継承戦争ではイギリスがオーストリアにイギリス兵と大量の補助金を与え、マリア・テレジアがサリカ法に反してハプスブルク家領を継承することを許した。オーストリアは1745年までにプロイセンとフランスに分割される危険に陥ったが、イギリスがフランドル地方で退伏作戦を始めたことで、 フランス軍が引き離され、オーストリアは反撃に成功した。また、プロイセンをフリードリヒ2世にも圧力をかけてドレスデン条約で停戦を同意させ、オーストリアに退伏作戦に集中させる余裕を与えた。同盟は崩壊の危機にさらされたこともあった。フランスによる1746年のブリュッセル包囲戦ではイギリスが ブリュッセル陥落の阻止に動かなかったことで紛争が拡大してしまったとオーストリア見られたが、それよりも大きな危機はブレダ会議の最中に起きた。ブレダ会議は戦争終結に向けての交渉を目的としており、1748年のアーヘンの和訳につながったが、イギリスは早期終戦を目指していたためオーストリアの合意が遅いことに不満を感じ、 やがて3週間内に条約に同意しなければ単独講和すると脅した。オーストリアは不満を残しながらも条約を締結したが戦争努力に対し得たものが少なすぎたと感じ、一方イギリスはフランスの条件が寛大であると考えた。このような不満はあったが1748年時点では条約の展望は良かった。オーストリアはイギリスでは 入荷する公爵という強力な支持者がいたし、他に同盟を結べる大国もいなかった。イギリスは、ハノーファー、オーストリア、オランダとの間で同盟を結ぶことで、ドイツの安全を保障しようとした。オーストリアではイギリスが誠意を持って、同盟しなかったとの疑いが常に残っていた。このような疑いを持つ者はイギリスが、ポーランド継承戦争に参戦しなかったことと、アーヘンの和訳で、 主霊辞縁の返還を堅持しなかったことを証拠として挙げた。彼らはイギリスが同盟について興味を持つのはイギリスの目的にかなっている時だけだと信じていた。反イギリスの旧戦法の一人は1753年にオーストリア外相に就任したベンツェル・アントン・ホン・カウニッツだった。マリア・テレジア。オーストリア継承戦争ではイギリスの支持を得て帝国の維持に成功したが、 彼女はイギリスへの強い不信感を持っていた。1756年、プロイセン王国がボーヘミアに侵攻しようとしたことと、イギリスがオハイオ領土をめぐって、フランスとの紛争に没頭していて、援助をしないことを恐れたオーストリアは、古くからの敵国であるフランスと同盟を締結した。捨てられたイギリスは慌てて、プロイセンとウェストミンスター条約を締結して同盟し、 この新しい勢力均衡が戦争を防ぐと期待した。しかし、イギリスの政治を振り切ったプロイセンが1756年にオーストリアを攻撃すると、イギリスはプロイセンとの同盟を正式に締結した。イギリスとオーストリアはお互いに戦線布告しなかったが、今や両国はヨーロッパの大戦争で違う陣営に属することとなった。 中でも1758年のエムデン占領では、イギリス軍とオーストリア軍が、毎一発で戦闘を避けた。そして、戦争の結果はオーストリアが、シュレージエンの奪回に、失敗。1763年のパリ条約は、プロイセンのシュレージエン領有を確定した。オーストリアにとって、イギリスの同盟相手としての魅力は日に日に減っていった。 イギリスのオーストロフィルの影響力も7年戦争の最中とその後に低下している。というのもオーストリアは先制的でイギリス式の自由民主主義に反していると見られたのだった。1778年にフランスがアメリカ独立戦争に参戦してアメリカの独立を支持するとイギリスはオーストリアの支持を得ようとした。これはオーストリアが参戦すると フランス軍がアメリカから引き離されるためであったが、オーストリアでは検討すら拒否された。ナポレオン戦争の時代では再び同盟国になったが、あくまでも諸国の退仏内同盟の一員としてであり、英王同盟時代の親密な関係とはほど遠かった。今度もイギリスの資金援助がオーストリア軍を支えており、1793年から1794年の フランドル戦役では100万ポンドを援助した。ありがとうございます。